はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、登記申請に必要な書類について解説いたします。大きく枠で3つあります。まあ、その他細かい、添付処理とか必要になってくる場合はあるんですけども、とりあえず重要なこの3つを押さえておきましょう。まず申請情報ですね。これいわゆる登記申請書と呼ばれるもので、誰がどの不動産についてどんな目的で登記をするのかというのを記載した書面、これを提出します。申請人の氏名だったり住所、また不動産を特定するために不動産の所在地だったり、建物であったら家屋番号だったり、こういったものを記載します。で、登記の目的、これが分かりづらいんですけれども、例えば所有権移転だったりとか、抵当権の設定とか、あと所有権保存もそうですね。まあ、こういったものが登記の目的になってきます。こういったものをまとめたものが申請情報と呼ばれるものです。まあ、登記申請書ですね。で、二つ目が登記原因証明情報。これはですね、ちょっとイメージしていただきたいんですけども、例えば私とあなたが売買契約を締結しました。あなたが売り主で私が買い主だったと仮定します。そうした場合、あなたから私に所有権移転を行わなければいけないですよね。この場合、今言ったように登記の目的っていうのは所有権移転になります。で、その原因となったのは私とあなたとの間の売買契約ですよね。この売買契約、これが登記の原因になってきます。で、これを証明する情報ということは、いわゆる売買契約書ですよね。つまりこの売買契約書をまとめたもの、もう売買契約書をそのまま提出するというよりも、売買契約書の中の一部必要な情報だけをピックアップして、登記原因証明情報という書類に記載していくんですね。これが登記原因証明情報になってきます。抵当権の設定であれば、抵当権の設定契約書っていうのがあるわけですね。これをまとめたもの、これが登記原因証明情報になってくる。つまり売買契約書だったり、抵当権の設定契約書、これをまとめたものが登記原因証明情報なんだということですね。で、三つ目が登記識別情報。これは登記名義人本人を確認するための書類なんですね。今あなたが私に売却しましたよね。売買契約を締結して、あなたが売り主で私は買い主です。で、あなたはその前に誰かから不動産を購入しているかもしれない、もしくはあなたが、例えば建物を新築したかもしれない。その時にこの登記識別情報を登記所からもらってるんですよ。で、もらって今現状あなたが登記の名義人になっているわけですよね。登記簿上の所有権者はあなたなので、あなたが登記名義人です。そしてあなたが登記識別情報を持っているので、その書類を提出することによって、あなたが登記名義人の本人なんですねというふうに確認ができるわけです、登記上は。だからこの書類ってすごく重要な書類なんですね。これはいわゆる登記済証だったり権利書と呼ばれるものなんですね。もう今は登記識別情報っていう書類が渡されます。で、この登記識別情報、なくす方もやっぱいるんですよ。滅失、防失、まあ簡単に言えばなくすとか破れたりするとか、まあそういった感じですね。そういった場合、これ再発行されないんですね。そうするとこれ登記名義人本人を確認できないわけですよ、持ってないわけだから。じゃあどうするのかというと、2つ方法があって、事前通知制度っていうのが1つ目であります。これは登記所があなた登記名義人に郵送して、あなた本人ですかっていうことを確認するんですよ。これが事前通知制度ですね。登記所があなたに事前に通知する、はい、私が登記名義人ですよっていうふうに郵送返送すると、これで確認が取れたということになるっていう話ですね。で、もう一つが司法書士等の有資格者による確認。通常不動産の権利に関する登記っていうのは司法書士さんが行うんですよ。その司法書士さんが確認をすることによって、この登記識別情報がなかったとしても、まあ、大丈夫ですよと、まあ、いう話ですね。で、この3つについてはインターネットで画像で調べていただいたら全部載ってきます、出てきますんで、申請情報ってこういったものなのか、まあ、登記申請情報で画像検索、登記原因証明情報で画像検索、登記識別情報で画像検索するとそれぞれ出てきますんで、ああこういったものなのかと、
まあ、イメージしやすいように見ていただくのも一つだと思います。まあ、これは不動産登記に関するも基本的な部分なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。